ちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け、短波放送でお送りしています。こちらは潮風です。それでは日本語のニュースと解説、日本海に架ける橋をお送りします。調査会の代表を務めます荒木和弘です。本日は去る3月24日新潟市で行われた潮風の公開収録の模様をお送りします。では横田めぐみさん拉致の特別顕彰と合わせ、新潟県民会館で潮風の公開収録を行いました。今日はその一部をお送りします。はじめに米山隆一新潟県知事からのメッセージです。横田めぐみさん、曽我美好さん、大沢隆さん、中村美奈子さん、藤田進さん、宮沢康夫さん、後藤久治さん、星野正弘さん、私は新潟県知事の米山隆一と申します。皆さんが北朝鮮に拉致されてから本当に長い時間が経ってしまいました。何の罪もない皆さんがある日突然愛する家族から引き離され、異国に拉致されたまま戻ってくることができないでいるという状況を考えますと非常に胸が痛みます。北朝鮮は拉致問題に関して不誠実な対応を取り続けており、皆さんを取り戻すための取り組みは膠着状態にあります。その一方で核実験やミサイルの発射などにより国際社会に対する威嚇を続けており孤立を深めております。北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会は47全都道府県知事の力を結集し、一刻も早く取り戻すという確固たる決意のもと、拉致問題の全面解決を政府に要望するとともに世論喚起に取り組んでいます。これからも国や関係団体と連携を図り、オールジャパンの体制を築きながら全力を尽くしていく所存です。北朝鮮に申し入れる、言われなき拉致により奪われた被害者の時間、家族の絆は取り戻しようがないが、せめてもの償いとしてご高齢になられた家族の、ね、強い願いでもある被害者全員の一刻も早い帰国を実現し、拉致問題の全面解決を図ること、我々は決して同胞を見捨てない。被害者の皆さん、ご家族も日本の国民も皆さんが必ず日本に帰ってくると信じ、その日を待ち望んでいます。北朝鮮では不自由な状態は続いているのではないかと感じております。どうかお体を大切にして日本に帰って温かい家族の団らんを取り戻す、その日が来ることを信じて頑張ってください。平成29年3月24日新潟県知事米山隆一。米山隆一新潟県知事からのメッセージでした。続いて横田茂さん、早紀江さんご夫妻からのメッセージをお送りします。めぐみちゃん、元気にしていますか。13歳のめぐみちゃん、行ってまいりますってバドミントンのラケット持って出かけたまんま、本当に長い年月あなたは帰ってくることができません。大変な問題が起きてたことを知って、日本中の皆さんの力を借りて政府に訴え、
して私たちお父さんと講演会をしたり招かれたりしながらこのことを訴えてきました。めぐみちゃんはどんな大人になってるのかな。お母さんは3月になるといつもあなたと一緒に出したおばあちゃんの立ち花を出してお花を置いてあなたがいつも楽しそうに皆さんも見て昨夜たちたちと遊んでいたことを思い出していますよ。おひな様はちっとも年を取らないんですよ。あの時のまま本当に真っ白な顔してめぐみちゃん早く帰ってきなさいって待ってますよ。京都のおじちゃんももうすっかり年を取ってしまったけどめぐみちゃんが帰ってくるまではなんとか頑張らなくちゃって今も大変な中であなたの帰るのを待っています。父さんやお母さんも本当に年を取ってしまいました。宅配出てはお男の子がいて元気な男の子に囲まれて一生懸命にそれなりの生活をしています。お姉さんのために一生懸命に国連で訴えたり皆さんにお話をしたりめぐみちゃん早く帰ってくるといいねって言いながら頑張っています。本当にこんなに恐ろしいことがあなたの身に起きるなんて考えたこともなかったのにもうどうして本当に有本さんもそうだけどたくさん悲しい人が日本にいっぱいいます。こんな大変なことを解決しないわけにはいかない。それまではどんなことがあってもお母さんたちを元気で頑張り続けますから辛いと思うけれども絶対に力を落とさないでいつも祈ってるから必ず帰れるから元気で体を大事にしてそしてウンギョンちゃんという元気なあんな女の子もあなたが育ったんだね。もうお母さんたちはその人に会えたしそのまた子供にも会えたし夢のような時間を過ごすことができましたよ。めぐみちゃんの肩身があんなに元気に大きく立派に育っていることを知って本当に嬉しく思ってます。必ず帰ってきますように祈っています。元気でいてくださいね。めぐみちゃんさん、早紀江さんご夫妻のメッセージでした。その後行われたコンサートで多くの歌が歌われていますけどもその中から今日は宇佐美由美子さんの途切れた道しるべをお送りします。夜空見上げて
佐美由美子さん、途切れた道しるべでした。これ以外の方々のメッセージ、歌はこれから先何回かに分けてお送りいたします。続いて救出への道のコーナーです。こちらは北朝鮮による拉致被害者増本留美子の弟増本照明です。留美ね、元気でいるか。元気でいると思う。それを信じてみんな戦っていますよ。戦うというか活動はしています。北朝鮮と直接戦うわけにもいかないかな。日本で外務省や政府と戦うしかないんですけれども。先週25日、私たちが家族会を結成してから20年が経ってしまいました。飯塚代表はその時の記者会見で、この20年という年月の重みを感じてほしいと訴えていました。10年20年節目節目でこのような会見やってるけれども、我々にとっては節目ではない。ルミネーたち拉致被害者が連れ去られていった年月の積み重ねが結局40年になろうとしているという事実です。この事実を重く受け止める人たちがさほど多くないというのが今の現状でしょう。平成14年2002年には金正日が拉致を認めて、5人生存8人死亡2人未入居という結果、日本人は非常に怒りました。こんな非道なことを北朝鮮という政権はやったのか、こんなことを私たちの国は許してしまったのか、という思いだったのでしょう。時の小泉政権はその結果を受けて全てを水に流して国交正常化を促進する方向に動いていました。私たち家族会と救う会、これは絶対に国交正常化をしてはならない、こんな状況で北朝鮮との国交をすべきではないと訴え、多くの国民の皆さんも私たち拉致被害者家族の意見賛同し、そしてその流れを止めることができました。5人の被害者が帰ってきた時、10月の15日でしたけれど、外務省の事務方の3番手ぐらいは北朝鮮に出向いた時、5人の生存者を返すのは一時的な措置であり、また北朝鮮に戻すというバカな約束をしていましたけれど、この時も私たちは国民に訴えて、返すべきではない、なんで無理やり連れてった犯人に被害者を返さなければならないんだという思いを訴えて、国民の皆さんにも納得していただきました。普通に考えると当たり前のことなんですけれども、外務省とか有識者の中にもジャーナリストの中にも一部、約束は約束だから返さなければならないだろうという、その思いが、その考えが少しあったのも事実です。小泉政権下でも官房長官と、それからその外務省のナンバー3ぐらいの人間が返すべきだという主張を続け、中山京子さん、安倍晋三時の官房副長官との戦いの中、その時に蓮池薫君から直接日本に残るという意思を示すことによって、彼らの日本
移住というか残留というか日本に帰国するという意思が明確になりました。当たり前のことです。これ以上あんな北朝鮮という過酷な土地に子供たちさえ置いておけない、そう思うとこの機会を逃してはならないという親の思いは当然至極だと思っています。そしてや全世界が注目の中、子供たちを傷つけることは到底あの北朝鮮金正日でもできなかったでしょうから。ただ日本政府のだらしなさはその子供たちを取り戻すのに1年半もかかったことです。本来ならば2ヶ月3ヶ月で取り戻さなければならなかったのに1年半もかかってしまった。だから帰国した被害者たちも非常な不安とそして恐れの中、北朝鮮と交渉を直接することになったのではないでしょうか。彼らは今沈黙を続けています。その理由は皆さんの健康ではなくて皆さんの処遇がどのようになるのか、それが怖いから、今自分たちは言うべき時ではないという理由です。しかしもうあれから15年、そろそろ言ってもらわないと皆さんの健康が心配です。もう年齢も重ねています。ですから今後は彼らにも話してもらうし、安倍さんにも積極的にやってもらうつもりです。前にも言いましたけども、耐えて耐えて生き抜いてください。お袋にルミネの顔を見せてやってください。お願いします。北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、増本照明がお送りいたしました。メッセージです。安倍総理は3月16日、レックス・ティラーソン米国国務長官による表敬を受けました。安倍総理大臣から就任後間もないタイミングでのアジア歴訪を歓迎するとともに、ティラーソン長官がアジア最初の訪問国の一つとして日本を選んだことは日米同盟重視の表れとして高く評価すると述べました。挑発行為が続く中で今回のティラーソン長官の訪日は大変辞意を得たものである旨述べました。安倍総理大臣とティラーソン長官はアジア太平洋地域において日米が直面する諸課題について意見交換し、地域の平和と安定のために日米同盟を不断に強化していくことで一致しました。潮風をお聞きの皆さん、潮風は北朝鮮による妨害電波対策のためたびたび周波数の変更を行って放送しています。潮風の放送周波数は夜22時30分から23時30分までは 7410kHz、 6145kHz、 5935kHz のいずれか、夜23時35分から0時5分までは 7325kHz、 5935kHz、 5910kHz のいずれか、深夜1時30分から2時30分までは 6180kHz、 6110kHz、 6085kHz のいずれかです。我々は全ての拉致被害者を救出するときまで放送を続けます。今後とも潮風をお聞きください。こ
ちらは潮風です。皆さんの情報をお送りください。電話は日本の国番号81の後に8058948383、国番号81の後に8058948383、ファックスを送られる方は国番号81の後に35684-5059、ファックスを送られる方は国番号81の後に3そして5684-5059、郵便を送られる方は東京中央郵便局支所箱10225、東京中央郵便局支所箱10225にお送りください。電子メールを送られる方は comjanstae2003@chosa-kai.jp、 電子メールを送られる方は comjanstae2003@chosa-kai.jp。 以上です。電話でもファックスでも郵便でも電子メールでも何でも構いません。皆さんの情報を私たちのところに送ってください。またこの放送をお聞きの日本語のお分かりの方で拉致被害者などに関わる情報をお持ちの方は先ほどの番号でぜひとも私たちのところに送ってください。以上で日本海に架ける橋を終わります。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。潮風の放送内容は拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は東京中央郵便局支所箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが、身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、様々な事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け短波放送でお送りしています。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体をお大事に。 JSR こちらは潮風です。